いどうもこみです。さて本日はスーパーボールブレイカーいきたいと思います。やっぱりですねスーパーボールブレイカーとスーパージャイアントですね。今の環境でいくと、まあ、この2つのユニットが非常にまあ使いやすいスーパーユニットと言っていいのかなというふうに思います。まあ、今後もですねしばらくはスーパーユニット関連の動画をまあ中心にですね上げていきたいと思いますので、まだチャンネル登録されてない方はぜひよろしくお願いいたします。さて早速本題いってみましょう。スーパーボールブレイカー見ていきたいと思います。でですねちょっと今回はですね私の攻めをちょっとご覧いただきたいなというふうに思うんですけども、これかな。ですね、まあ、この攻めですね、ちょっと見てほしいのはですね、これ、私の今回の編成っていうのは、クイヒ、ディガホグですね。まあ、こんな風に島型になってるので、クイヒディガホグってね、こう島型ってこういう風に、壁の隙間がこうね、ここに隙間がこうあるじゃないですか、ここに隙間がこういう風に。で隙間があって、で2つにこうね壁の中に囲われた区画っていうのがこう分かれている、まあ、島型って俗に呼ぶんですけども、になっているので、まあ、これスーパー、あー、じゃあ、間違えた、ディガホグですね、クイヒディガホグが非常にやりやすいという形になります。で、まあね、オーソドックスなセオリーでいくと、ここにクイヒをね、を通していく、おっとごめんなさい。ちょっとさっきからミスが多いね。こういう風に行くのが、まあ、セオリーじゃセオリーだと思うんですね。で、例えばこの辺を、突撃艦とかで削っておいて、ディガホグを、こっちからこう流していって、この壁の中を崩していくみたいなね。こんな風に崩していくみたいな。で、最後こちらにこう回すみたいな。こんな風な形がセオリーなんですけども、まあ、スーパーウォールブレイカーが生まれたことによって、まあ、これが非常にですね、取りやすくなったというか、攻め方をね、ちょっと変えることができるようになったんですね。変えることによってものすごい簡単になったっていう風に言えます。で、ちょっとまあ動画見てもらいながら行きましょうかね。どんな風な形かっていうと、これですね、まあ、ちょっとこれ援軍が捨てたのがラッキーなんですけど、ここ、マルチインフェルノが全部こう、中心部にある島になってるんで、ここにですね、スーパーボールブレイカーだったら簡単に突っ込んでいけるわけですね。なんで、それをしようと思いました。で、まあ、スーパーボールブレイカーだからっていうのもありますけども、こっちからだったら、ね、本来、普通のボールブレイカーだったら、こっち側から、この四次面から入っていくのが、まあ、簡単そうじゃないですか。その壁の距離っていうのが、まあ、非常にこの、スタート地点、ボールブレイカーのスタート地点、ここから近いんで、まあ、こっちから壁開けるよりはまあ楽ですよね。なんですけども、スーパーボールブレイカーだったらちゃんと、この多少距離があっても壁まで到達して開けてくれちゃうんで、むしろ、この四次面から入ると、ここのカットをしながら、クイヒをこう入れていかなきゃいけないので、大変なんですよね。それよりはむしろ、この二次面から入った方が全然カットが楽なんですよ。ということで、この面を選ぶことにしました。で、まあ、そういう入り方が、できてしまうので、今まではですね、どこから壁開けするのが一番楽だったかなっていう風な、ところをまず、クイヒーパートで考えて、で、それを見つけてからですね、じゃあ、そこをどういう風に、壁開けして中に入れていくためにサイドカットしようかって考えてたんですけども、今度逆なんですよね。どこの壁が開けやすいかなじゃなくて、どっから行くのがサイドカットをしやすいかな、クイヒーが逸れるリスクが少ないかなっていうところから考えていけちゃうわけですね。まあ、これがスーパーウォールブレイカーってきてクイヒが非常に、まあ、そのスーパーボールブレイカーと相性がいいと言われているゆえんだと思います。見舞いと全然発想が逆なんですよね。本当に壁が開きやすいかどうかじゃないんですね。サイドカットがしやすいかどうかなんですよ。そっちから入っていけるっていうね、もうこれがめちゃでかいと思います。で、私の今回の判断はここライダーで全部カットできちゃうんで、ライダーはこっちに当てていって、クイヒですね。クイヒをこっちからこう流していくというね、方法を取りました。で、本当はですね、まあ、2個目のスーパーボールブレイカーでこの壁開けたかったんですけど、ちょっと開かなかったんですよね。ちょっと出すの早すぎて、このインフェルノタワーの方行っちゃいました。まあ、これは気をつけてはいたんですけども、ちょっとうっかりしてましたね。ミスです。まあ、ただですね、まあ、結果的にクイヒのルートはしっかり狙った通り行ってるので、見ての通りですね。しっかりディガーが生き残って、クイヒも最後までこう残って、フィニッシュまで、行くことができたという形ですね。まあ、もう少しスムーズに行けたかもしれませんね。ちょっと序盤の馬場金とかが早々やられたのが少し誤算ではあったんですけども、あ、まあ、今日伝えたかったのはですね、まあ、一番言いたかったのはこの1点です。どこが一番壁開けしやすいかなとかいうような格好ではなくて、どこに、その、どこが一番、クイヒがそれにくいところかな、入って、その狙った区画に入っていくのに、どこが一番クイヒをそらしにくい、入りやすい場所なのかなっていうところですね。
もうウォールブレーカーの壁焼きしやすいしにくいはもう後回しでいいっていう、まあ、そういう風な発想ができるようになったってことが、このスーパーボールブレーカーが出てきて一番大きくその考え方を変えなきゃいけないというか、変えることができるというかポイントだと思います。いやー、やっぱり使いやすいですね。もう私クイヒリガフめっちゃ対応したんで、以前ボンクラでですね、ヒーラーをバーンされた瞬間に私もどえらいことになったんですけど、それの反対にですね、ヒーラーが使うと非常に攻めやすくていいですね本当にいいですね。はい、というところで、次はシュンヤさんのアタック見ていきたいと思います。これもですね、ここ狙っていくんですね、クイヒーでここをスーパーボールベーカーであれば、この辺のクロスボウとか相手のアーチャークイーンとかグランドウォーデンがいますけども、壁からの距離、スタートしてからの距離が非常に近いので、全然壁を開けるというか、まあ、壁に到達、することができちゃうんですね。まあ、スーパーボールブレーカーってもう改めて説明いらないかもしれないんでちょっと省きましたが、壁に到達しさえすれば、たとえバネで飛ばされようと、相手の防衛施設に、やられてしまおうと、やられた瞬間爆発するんで、壁を確実に開けてくれるわけですね。こんな風にですね、簡単に開けてくれると。で、そういうことができるユニットなので、壁からの距離が近い、ような場合っていうのは、たとえ火力が集中してても、まあ、そんなに心配せずに使えちゃうっていうところがいいですね。今ここだったら、本当だったらフリーズ使うとかいうことをね、しながらやっていかなきゃいけないんで、少し苦しくなっちゃうんですけども、まあ、それが不要ということですね。ただまあ、シュンヤさん、これですね、ちょっとこれ、スケトラがこのタイミングできたのはちょっと不運でしたね。シングルにフェルノがあるところでスケトラ来ちゃうと、ちょっと、このクロークが全部スケトラにこう吸収されちゃったんで、ちょっと最後、ユニットの攻撃力を無駄遣いしちゃった感がありますね。しちゃったっていうか、まあ、無駄遣いさせられちゃったって感じですかね。初見だったんで、当然リーグなんで。で、ただですね、まあ、アーチャークイーンがこう、ね、しっかりと、ディガホグのルートをもうすでに作ってくれてるんですね。ちょっとここは壊しそびれちゃいましたけど、それでもまあ、こんな風なルートがディガホグできていってますので、さらにですね、ディガーと、あとマイナー、あとディガホグなんか違うな。マイナーと、あとホグですね。うん、こっちからいけると。で、クイヒーについていたヒーラーたちもしっかりとこっからですね、スイッチして、ホグライダー部隊にこう、ついていってくれてます。まあ、こんなこともあってですね、しっかりと残った、ディガホグたちが、ヒーラーと一緒にペアになりながら、こんな風に最後まで回っていってしまうという格好ですね。なかなかね、これ今までだったら、クイヒディガホグで取ろうっていう気にはちょっと、まあ自分だったらなんなかったんですけども、まあ、シュレさんのこの攻め見てやっぱり思ったのは、ね、よっぽどですね、そのシングルインフェルノとかが集中、ていたとしても、まあ、スケルトントラップに捕まりまくっちゃうと今みたいにきついんですが、無理やり空飛で入ってきちゃうってことですね。うん。で、まあ、フリーズ、今回、シュンヤさん4発持っていってたんで、まあ、それをしっかりふんだんに使ってシングルインフェルを全部止めて、まあ、その辺もね、蹂躙しようと思ったんでしょうけどね、この12時間、ここですね。蹂躙しようと思ったんですけども、まあ、ちょっとそれがね、ちょっとスケルトントラップが出てきちゃったことによって、クロークの無駄遣いをさせられて、うまくいかなかったと。まあ、ただ、それでも、やっぱりクイヒのアドバンテージが非常に大きかったんで、防衛援軍、ディガインフェルノ、相手のアチャクイ、グランドウォーデン、さらにインフェルノタワー、クロスボウと、まあ、しっかりディガホグたちのルートも作れて回せたというところですね。まあ、非常に、なんていうのかな、クイヒの可能性をやっぱり広げてくれることが、まあ、こういうリプレイ見てもわかるかなというふうに思います。では、最後こちらご覧ください。はい、では最後はですね、私のアタックこちらご覧いただきたいというふうに思います。戦術はクイヒーディガホグのスーパーウォールブレーカー混ぜということで、まあ、さっきと変わんないですね。で、突撃艦のイエティでタウンホール狙っていきます。突撃艦イエティ、イエティのですね、ミニイエティの攻撃力が、ギガインフェルノに対して半減しちゃったんで、しっかりレイジを混ぜていったんですが、トルネートトラップにやられてあいなくミスりましたでですね、まあ、ここで、ちょっとプランどうしようかなと思ったんですけども、強行します。クイヒー12時方面から歩かせていって、これを9時にこう流す格好ですね。こんな形で、この、ロイヤルチャンピオンの方面にウォールブレイカーを使って流し込んでいこうというところですね。この援軍処理に関してはしっかり、ネクロマンサーがいるんで、本体をポイズンに入れることを意識して少し遅めに出してます。まあ、それはしっかり決まってネクロマンサーに捕まってクイヒーが落とされるということもないですね。これ気をつけないと本当にクイヒーが、ネクロマンサーにやられちゃうので、それぐらいネクロマンサーとクイヒーって相性悪いんでね、まだですね、そこら辺の、慣れがない方はご注意ください。で、しっかりアーチャークイーンは、ね、このガーゴールの仕事ですね、こいつにこれをカットしたことによって宇宙方面に流れる絵は、作れています。で、ワンチャンですね、このギガインフェルノも、ババキンで処理できないかなと思って、壁ここ開けてます。これはですね、ちょっと、まあ、とっさの判断ですね。本来やるべき、壁開けではなかったですが、ババキンもここには入らないと
いうことですね。で、アーチャークイーンとこんな感じですね。バーバリアンキングでサンドイッチしたところから、ディガホグをこう発信させていくという感じですね。で、ただですね、ちょっとこれ、ギガインフェルノを拒すつもり、るつもりで、うっかり、間違えてトームタップしちゃったんですね。これ絶対しちゃいけないトームでした。なので、中央に入っていたディガホグたちが、このギガインフェルノに一気に焼かれちゃうんですね。このフリーズも完全にミスですね。ギガインフェルノにかかってないという、もう投石機にかける意味あんまなかったんですけどね、このタイミングでは。失敗しました。で、最終的にはギガインフェルノが残って星1になってしまうわけですね。で、何が言いたかったかっていうと、スーパーユニットってめちゃくちゃまあ強いは強いと思うんですよ。で、ついついこう多用したくなるし、使うからには全開取れるだろうと思って冒険したくなるんですけども、気をつけてもらいたいのは、あんまりこうね、そのユニットが出てきたことによって過信をしすぎてしまうと、私みたいに、こういう風にですね、バックアップのプランが全然機能しなくて、星1に終わると。こういうね、ケースっていうのは、まあ往々にしてありますのでね、ご注意いただければと思います。まあ、本来この食い火ですよね。これを、タウンホール落とせなかった時点で、どういう風にね、このタウンホール落とすように食い火のリカバリーを入れていくか、っていうのを考えるべきだったと思うんですよ。こちら側からもうね、クイヒを、すいません。クイーンをこっち側からね、こっちの、ギアインフェルノ方面に当てていくっていう方もあったと思うんですけども、それをせずに強行したというね、まあそういう、そのユニットの力が増したからって言って、なんとかなるだろう的な、発想でやっちゃうと、そこまで甘くないよと。ということをですね、まあ、最後私のミスからお伝えして動画を終わりにしたいと思っております。というところでですね、今後もまたスーパーユニット関連の動画どんどん上げてきますので、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、また今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、関西クラクラクラブにも遊びに来てください。では皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。